ワンポイントリハビリテーション第706回。先生、介護ボランティアを経験することは大切なことと先生の本の中にあったんですが、介護を必要としている方たちに対して、そして介護をする側として介護という経験をすることで見方ですとか考え方、そして行動の視点が変わってきそうですね。もうそれはね、ものすごく大事なことだと思いますよ、はい。変な話とか極端な話でね、病気をしないとね、患者さんの気持ちがわからないなんてお医者さんの世界で言われることあるんですよ、はい。病人の気持ちはね、病気をした先生の方がよくわかってる、そんなことばっかり突き詰めていくとね、死んでみないと死ぬ人の気持ちがわからなくなるなんてことになるから、それはちょっとおかしいんだけれども、介護をね、される人の気持ちをよく理解するには、少なくともね、自分が介護をする時に専門的な知識を持っていると介護する方がまあ楽なわけですけど、される時にもね、そういうことを知識があると、変なことをされるとそれ変じゃないかって分かるでしょ、ですからね、介護の中でされる方、介護される方、する方、する方は知識があるんでしょうけども、そういう勉強をみんながしておくと、いつ介護を受けるような状態にもなるか分かりませんから、それをやった方がいいということで、これはね、平成14年からね、茨城県はね、ヘルパー3級取得県民運動の走らせてあるんですよ、で今はヘルパー3級なくなったので、地域介護ヘルパーっていう名前になりましたけれどもね、そこで勉強をしてもらおうと、いうことなんですね。だからみんなはその介護っていうのはどういうものかって知っていれば、されるようになった時もよかろうと、する時もちょっとはよかろうと、いいアイデアでしょ。